ということで、始まりました。ざれごと、たわごと、よまいごとの、MTF 塾女、51歳の村田理香です。で、今日は、シラフの理香です。今のこの録画時間は、6時ちょっと過ぎなんですよ。毎週土曜日夜10時からお届けしてます、酔いどれライブバーチャルスナックリカの開店から4時間前の、時間で、撮ってます。というのもですね、今日6時半ぐらいから10チャンネル5チャンネルすいません、51歳なんでまだ慣れないんです。まだ東京12チャンネルとかって言っちゃう人なんです。テレ朝も10チャンネルって言っちゃう人なんです。すいません。はい、日本シリーズが放送されるんですね。どうしても小さい頃から世代的に野球小僧の育ちなので、野球中継なんかがね、テレビ中継であると、ほら、ほんとワクワクすっぞっていう感じで、本当にワクワクしながら。で、多分テレビで野球を見るときは、お酒飲むんですよ。なので、酔いどれライブは予定通り、10時からなんですけれども、その約4時間前から、飲み始めてます。今日は開店スタートの時にはすでに出来上がってるというそういう状況でご参加いただく方をお招きするかと思います。ご了承ください。足からず。はい、ということで特に何があるわけではないんですけれども、で早速この後ですね、買い出しに行くんですね、近く の, スーパーへ。コンビニもあるんですけれども、スーパーの方がね、安いじゃないですか。ちょっと足を伸ばせば、スーパーまで当然歩いていけるので、買い出しで。といっても、いつもながらなんですけれども、またジャンクフードですね。で、一応こういう格好で、恒例となりました。リカのファッションチェックです。ファッションチェックっていうほどではないんですけれども、はい、プリーツですね。チェックのプリーツです。そして、わかるかな？ちょっと、ここ叩けばいいのか。はい、生足です。そしてこの T シャツは、見づらいかもしれませんけど、ビジュがついてるんですよ。デコール店のところにキラキラ的な、感じの、それもどっちかっていうとこう割とピッチリしてる系の。そして胸の谷間がないので無理やりこんな感じで置いてあります。はい、こんな出立ちで行ってきます。撮ったこの今のこの通常のいわゆるシラフ撮り最近カテゴリー分けがシラフ撮りっていうのがどうなんでしょうね。まあでもシラフなんで、シラフ撮りが今日の酔いどれライブバーチャルスナックリカを終えた後にアップロードしますので、翌日の日曜日か、2、3日経ってからかぐらいか分かんないんですけども、そのぐらいで多分上がります。ちょっとね前後しますけど。で今日の早速バーチャルスナック理科なんですけども、数えると毎週土曜日なんですけど、今日で9回目の、9日目の営業になりますね。なんかいろんなことを毎回やらかしてます。
毎回毎回ハプニングって、毎回毎回起きてたら予期せぬハプニングではないような気はするんですけれども、まあでも内容は本当に毎回 いろんなハプニングやってますね。そうしようと思ってそうなってるわけではなく、流れがそういう流れになってしまう時がありまして、前回が一番ひどいのか、まあ、全部ひどいって言えば全部ひどいんですけどね。もうカメラに向かってぐちゃぐちゃな顔で号泣してるのとか、大あくびしてるのとか、おなら漏らしちゃったりとか、あとお尻丸出しで、パンツのお尻丸出しで寝ちゃうとか、前回は終了を押し忘れてずっと撮りっぱなしなんですけど、私が映ってなくて映像もよく分かんなくて、ただ私のいびきだけが聞こえるという。 それはもう削除しちゃいましたけど、何かしらやらかしてます。まあでも楽しいです。本来私のなりわいはご承知の通り、村田里香と週1 AV なデートっていう、ライフワークですね。個人様から野外周知、プレイ、デート、撮影的なご依頼をいただいて、お外でひっそりこっそり、そんなことしちゃうの、あんなことしちゃうの、そんなことされちゃうの、恥ずかしくないの？恥ずかしいです。泣かされちゃう時もありますけどね。 まあそんなご依頼をいただくスタンスですから、品行方正でね、大和撫子よろしく、貞淑でね、つつましやから、そんな立ち位置の人があんな酔いどれライブをやって何のプラスになるのかなと思う部分はあるんですけれども、あれもあれで私の隅から隅までのこっち側の方の部分です。で、ちょっと手のこっち側の部分です。幅が広いっていうだけの話なので、状態でのご依頼では多分成り立たないと思うんですよね、男性目線からしたらね。もっとやっぱり周知してくれないと男性的には喜びが得られないじゃないですか。女性は周知すれば周知するほど美しくなります。女性美、周知美イコールです。酔いどれライブをやってる人が言うなって話なんですけど、プラスにはなってないと思うんですけども、本当は本当はって言い方おかしいですね。酔いどれない私の方でご依頼いただいたら私の生活が助かります。ひもじすぎる生活から少しは人並みになれるかなと思っております。ということで、じゃあ買い物行ってきますね。4時間切りました。あと3時間45分ぐらいしたら、酔いどれライブバーチャルスナック理科で楽しみましょう。ということで、シラフの村田里香がお届けしました。ざれごと、たわごと、よわいもごと、よ 相変わらず噛みますね。3、ざれごと、たわごと、よわいもごと、危ない、言えてないですね。早口結構苦手なのかもしれないですね。エンディングトークいきます。MTF 熟女、51歳の諦めないで、的な、のべたりかでした。ではでは、行ってきます。そして戻ってきます。そして今夜もよろしくお願いします。